こんにちは。今用があってですね、池袋にいるんですよ。で、池袋で駐車場を止めてて、そこからね、国道沿いを歩いてたんですよ。そしたらおまわりさんに職質をされたわけなんですけど、ちょっと怪しかったみたいでね。なんかそのこういうやっぱ入れ墨が気になったと。で、なんかね、この格好だったんですけど気になったみたいなんですよね。で、めちゃくちゃいろいろ細かく調べられて、股間あたりになんかね、入ってないかっていうことをもう本当に入念に、調べられて、お財布の中とかもね、すごいなんかカードの裏側とかも全部調べられて、という感じなんですよ、があったんですよ。で、もちろん何もないからあれなんですけど、すごい細かいことまで聞かれて、交通違反の前歴もあるかとかっていうこともいろいろ聞かれてですね。あと、なんか池袋って入れ墨の人があんまいないらしいんですよ。なんか和彫りの人とかっていないらしいんですね。だからね、なんか違和感を感じたみたいですね。あと、なんかここら辺でこうやってこういう感じで一人で歩いてるって、セカンドバッグ持ってこうやってね、アディダスのやつなんですけど持って歩いてる感じがちょっと怪しく見えたんですかね。なんか薬の売人かなんかに見えたんですかね。それともなんかそういうような感じに見たのかわかんないですけど、はい、という感じで、しかも面白いことに、今1台におまわりさんに止められたんですよ。で、その後のすぐ後ろに来たおまわりさんにもまた声かけられそうになって、前のおまわりさんがスピーカーで、あ、その人も声かけたって言われてもう2回連続声かけられそうになったというね。それだけなんか、ね、怪しかったんでしょうねなんか怪しかったですかっていうようなことを言ったら、2代目にいや大丈夫です、ごめんなさいっていう感じで終わったんですけど、はい、そんな感じでおまわりさんもいろいろね、違和感を感じた人に声をかけてっていう感じで、大変だなと思ったわけです、という感じで今ちょうど声をかけられたので、しかも2台一気にかけられたんでね、なんか面白いなと思って、撮りました。ということでですね、車に乗り込んだわけなんですけれども、結論としてはですね、池袋周辺の道を歩くときはですね、入れ墨を隠した方がいいのかもしれませんということです。いいのかもしれませんというのは、職質がされるのが嫌なのであればやめればいいし、嫌じゃないのであれば自分のね、この、アイデンティティみたいなものをね、前面に打ち出せばいいという話ですよ。自分はですね、そのおまわりさんの、職務質問する基準にですね、合わせる必要は別に特にはないと思ってるんですよ。おまわりさんは大変かもしれないんですけど、自分はそこを曲げてまでね、何かをするということは必要ないと思ってるので、はい。でもですね、やっぱり職務質問をされるのって、結構負担だったりだとかストレスだったりだとかする人もいると思うんですよ。だからそういう人はやめた方がいいというふうなことですね。自分は逆に、おまわりさんとね、このなんか違反で何かの違反とか切られた時に、おまわりさんと喋ってると嫌じゃないですか。嫌なんですよ。それはストレスだからすごい嫌なんですけど、こうやって別に自分が何も悪いことをしない時に、おまわりさんとのこういう風な立ち話だったりだとか、世間話を交えながらこうやってね、職務質問されるということは全然嫌いじゃないんで、自分としては、いいかなという感じですね。ということで、今日はですね、職務質問をされたという、他愛もない話でした。終わりです。